はい、どうも皆さんこんにちは、トリッピです。今日も集まれ動物の森遊んでいきたいと思います。ちょっとね、今ねシェリーを隔離しようと思っててあ、いいね、こっちおいで、こっちおいで、シェリーこっちおいで。ちょっと俺何も悪いこと考えてないから本当に。さあさあさあ、そのままちょっと奥に行ってもらおう、奥に行ってもらおう。そのまま歩け、そのまま歩け。ほら、よし、いけ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 、いいぞいいぞ。大丈夫だからシェリー、本当にちょっとだけだから。よし、あ、待って、これ俺が閉じ込められたわオッケー。でね、これね、あんまりね、押したらね、過去作だとね、めちゃくちゃ怒ったんで、好感度とか下げたくないんだよね、俺。だから、ちょっと早めに、早めに。シェリーちゃん、シェリーちゃん、あ、間違えた。そう。おや、雨だってのにまた外で会うとはね、ウキキ。まあ、とりあえず喋っとこう。あんた今、スコップ持ってたけど、落とし穴でも掘る機会なんてね、ウキキ。いやー、そんなわけないじゃないですか、シェリーさん。何言ってんすか。そんなことしないっすよ。ただ、閉じ込めて身動き取れなくして無細工隔離するだけですよ。やったこれやっぱ飛べないのかな。あ、飛べないっぽいな。記念撮影しよう。いや嬉しい。これによって突如ね、街を島を歩いてたらね、無細工に遭遇することがなくなったわけですよ。これがリスク管理ですから。あ、キニオちゃんがおる。あ、かわいい。すげえかわいい。背中でレモンすりつぶしたい。あら、この間お店ですれ違った人よね。そうそうそう。改めまして。あ、はじめまして。そうやね、昔からの知り合いなんやね。今回そのご縁もあって服なんかを売りに来させてもろてます。あ、なるほど。もうじゃあどんどん買ってあげよう。ゆくゆくはこの島に店出せたらええなとも思ってるんですけど、早く出してくれ。早くアサミを連れてきてくれ。はい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 、了解。せや、せっかくやし、よかったら今日の商品見てもらってもらえませんか。見ます、もちろんです。せっかくだからここでさ、服これ全部買って最高のコーデをこの中で決めようぜ。結構おしゃれなのもあるじゃん。ダンスジャージとか絶対いいよ、これかわいい。はいはい、ありがとう。もらっていくぜ。あ、待って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 、プレゼントプレゼントプレゼント、ちょっと待ってね、キニオ。全部買ってあげるんだけど、その前にこれだけは絶対に。あ、待って、全然違う待って待って、違う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 、ここら辺か。オッケー、来たー。さっきのプレゼントから見ますか。これから見よう、プレゼント。なんだ、どういうのがあるんだろう。忍者頭巾、これもあれか、服か。わーお、なるほど。今からいろいろ買ったもの着ようと思ってたのに、この忍者頭巾ちょっと癖強すぎでしょ。ダンスジャージ、あ、いいねこれ。ダンスジャージあり。あ、かわいい。はい、ということで今回の Today is コーディネート決まりました。ちょっと足元もジャケットも赤で締まっててかわいいんじゃないこれ。つか何よりもキヌヨちゃんがかわいいんですよねこれ。いや、いいわ、ちょっと気分上がるね、服装変えたら。さあ、そろそろ、たぬきちさんのお手伝いをしてやろうと思いまして、今回は DIY でさ、ずっと放置していた、これ、橋の工事キット、これを作ろうと思うんだけど、丸太の杭が4個いるから、丸太の杭は、これやね、これを、じゃあ4つ作りましょうか。作るぜ。はい、丸太の杭4つ作りました。ちなみにね、もうめちゃくちゃ永遠に、裏の作業、まあ、電車とか乗ってる時にさ、あんまり物語進めれないから、もう永遠にね、木材とか集めていたおかげで、多分ね、作れないものはないと思うんだよね。さあ、やっと作れるぜ。橋の工事キットを作っちゃう。おら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 。できた。じゃあこれで、これをどうやって使うんだ。多分、橋のさ、かけたい場所とかに置けばいいみたいな感じになるのかな。よいしょ。じゃあ今回は一番使いそうな、便利になりそうな場所に、橋を架けよう。丸太の橋の場所ここにしようかな。想像してみよう。せっかくだから妄想するタイプのトリッピーさん。あ、いいじゃんこれ。ここに決めちゃおうかな。オッケー。ここが、1日ぐらいかかる感じかな、やっぱ橋を作るには。あ、あ、あ、なんか新種の虫がいる、新種の虫がいる、新種の虫がいる。待って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 、ジョウロじゃない、スコップでもない、斧じゃない、虫網で、ほら、構えてそーっとこれ近づきます。待って、逃げんねお前。やべえ、虫の方が早い、虫の方が早いけど、私はな、これなんだ？こんななんかさ、あ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 、待て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 、早い早い早い。え？え？逃げてんのあれ。待って、いる？ここ。いる？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 あ、捕まえれた。これは、
半妙だ。やった。俺鹿児島で生まれたんですよね。違う、鹿児島で育ったことがあるんですよね。だからもうめちゃくちゃ田舎の島で育ったから、あんな感じの虫めちゃくちゃたくさんいたわ。当時子供の頃はね、本当にガキの頃めちゃくちゃ捕まえてた。そういう思い出が今不意に蘇った。そういう思い出も蘇れる神ゲー、それが動物の森でございます。8しゃ、あら捕まえてない。蜂取りに行くわ。おい蜂ちゃんよ、おい待てふざけんな。うわ待て蜂、お前わざわざ俺がまたノールックだよこれ。いける、ほらよっしゃ捕まえていく。2匹目、新しいやつ、ミツバチを捕まえた。蜂蜜いいね。さあ、トニキチさんよ、やってきたぜ。トリッピーさん、どうも。どっとも皆さん、これじゃあ、トリッピーです。どうだなも、橋の工事キットのいい設置場所は見つかったかな。見つかったんだよ。バッチリ。おう、どうもありがとうだなもな。これで明日には橋がかかって、島内の移動から、うんと楽になるんだなも。さて、いよいよ次はお家の準備だなもね。また橋が完成したからでもいいから、時間があるときに何をすればいいか聞きに来てちょうだいね。これ橋完成するまでダメか。それじゃあこのハウジングキットを3つ持ってってほしいだな。もう全然普通にできたわ。もうそれじゃあポッポやっちゃおう。これ俺ね、どこら辺にねこの3つ置きたいとか決まってんだよね。今渡したハウジングキットを使って3軒目の土地を決めてもらうのと、はい、それぞれのお家に備え付ける家具の準備な、そういうのも全部俺がすんのな。はい。お、リストも入れてくれるなんて丁寧じゃんっていうか、お前は一体何をやってるんだ。てめえは一体ここでただ棒立ちで仕事をしてるのか。はい、引き続きよろしく。まあ、しゃあない。でもなんとなく決めてる。あれだよ、ポンチョの家の隣にね、等間隔で家を置いていこうと思います。やっていくか。あれ？なんかもう3つやったんだけどさ、等間隔にやろうと思ったんだけど、なんか等間隔じゃないような気がするぞ、これ。悲しいんだけど。まあいいや、なんか逆に風情があるわ。ピンチはチャンスって思って、まあこれは前向きに考えよう。さあ、じゃあ、家具作りもしましょうか。さあ、それじゃあ順番に作っていくんだけど、最初がオレンジの壁掛け時計とオレンジのサイドテーブル、亀の3つであると。多分あれだよね、オレンジって言ったらもう普通に果物のオレンジのことだと思うんだよね。まあそれは持ってるから、よいしょ。何が増えているか、増えてる増えているよ。あ、これだ、これね。オレンジのサイドテーブル作れる、いいね、作ろう。あ、待って、10個も必要だ。はい、まあでもとりあえずオレンジのサイドテーブルができた。もっと作る。これで一体俺が頑張った中でどこまで作れるからな。一気に休まずに。さあ次、オレンジの壁掛け時計作る。20個も必要だった。オレンジがギリギリ足りた、危ねえ。あと亀が必要。亀ってなんだ。あ、これだ。亀粘土で作れる。作っちゃおう。おら早い。よし、オッケー。じゃあこれでとりあえず3つ完了。家具を撤収する。はい、これで撤収します。家具を3つ提出した。この武器に必要な室内用の家具が全部揃った。これここら辺にさ、勝手に置いときゃいいんでしょ。こんな感じで周りに置いとけって言ってたよな。だからこの辺に飾る。俺が超センスのいい飾り方を教えてやるよ。でラストがこれか、干し草のベッド。ほらよどうよこれ。もうなんか後で使ってください感丸出しだけど、こんな感じで。じゃあ2軒目。さあ、2軒目の2号地でございますと、屋外用の家具をチェックすると、アイアンガーデンチェアにアイアンガーデンテーブル。なるほど、巣箱はあれだよ。巣箱については、俺そういえばさ、みんな覚えてるかどうかわかんないけど、俺ね、巣箱はね、実はね作ってるんですよ。ほら、ここにあった。これだ。そして待って、パチンコをくれ俺に。これ影で見えないな。ここら辺、もうちょっと手前か、ここら辺。よっしゃ、オッケー。なんだこれで、アイアンなんとか来たらもう神じゃない。プレゼン開ける。雑誌が入ってたわ。オッケー、雑誌もらっていく。それで室内用の家具は積み木のコンポ、テーブル、菊のリースなんだけど、なんとさっき作ってきました。テーブルとコンポはすぐに一瞬で作れた。家具を2つ提出した。その代わり菊のリースだけは作れなかったんだよね。菊のリースだけは作れなかったから、それは後でまた作業しないといけないけど、それよりも外用の何だっけ、アイアンなんとか、菊のリースこれなんだよ。
器具が必要だから、これはなんか、ちょっと頑張るわ。アイアンなんとかって何？あ、これだ！アイアンガーデンチェアとアイアンガーデンテーブル。あ、両方とも作れるじゃん。鉄鉱石。これで作れる。鉄鉱石でこんなのを作るなんて、さすがトリッピーさん。というより、何よりもさ、うわ、材料が足りねえとか言わずにさ、一瞬で作れてしまう。この資材集めをしていたトリッピーさん有能。ほら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 。どんどん作るから。仕事が早すぎる。オッケー、俺にする。で、さらにベンチの置き方の癖がひどい。木製のバケツ。はい、完璧。これで、3件分。まあ、全部じゃないけどね。まだ菊のリースだけがまだなんだけど、菊のリースについては、どうやら、あとラストこれだけだ。はしごを作ったら、これを作ったら、その、島の上の方に行って、花を採集してこれると、そういうことを聞いたわけなんですよ。これ毎回回収してます。これを回収するのがね、すごいプレイング的にはね、早いことが分かった。なんか道具が壊れたタイミングで、すぐに、なんか、あー、釣り竿壊れたなって言ったら、釣り竿、すぐにそこでね、作業台を出して作るから。そういうのはかなり効率がいいこと気づいたから、持ち歩いてるんだよね。さあ、それじゃあ、全部、綺麗に片付けができたんで、花、菊の花を回収しに行きましょうか。ついにこれで、つかその前にさ、みんな、俺ついにさ、これでどうすんだ？ついに俺、ハートの湖見に行けることができるんじゃない？すごい嬉しいんだが、とりあえずこれ回収。花をどんどん積む。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。待て、ハートの湖、やばい、もうそろそろ、この花を積んだら、あ、なんか木の形が違う。木の形が違う、これは、ちょっとありだな。はい、回収して、回収して、ハートの湖来た！あったー！ハートの湖だ！なんか若干思ったよりも、綺麗なハートじゃないんだが、綺麗なハートじゃないんだけど思ったよりも。これさ、ハートの湖のここにいるのさ、絶対恋でしょこれ。恋だよこれ。ほらやっぱりみんな見て、恋を釣り上げた、かっこいいこれ。恋が始まる予感を、恋が始まるってことを予言してるんだよここで。やっぱこのハートの湖で俺、なんか可愛らしい動物に告白、あ、やべ、鼻潰しちゃった。告白するしかねえな。楽しみだな。一体誰に俺は告白するんだろうな。すげえ、こんなとこまである。え、何これ、島一周できるじゃん。おもろおもろ、やばい、花がたくさん、思ったよりもたくさんある。あ、カマキリがいる、カマキリが、カマキリがいる。はい、よっしゃ、オッケー、捕まえていく。でっかい、これはカマキリを捕まえた。いいかもしてる。カマキリとかも俺ね、気持ち悪くて触れないんだよね、もう現実世界になったら。お、なんだ、うん、これは金魚を釣れた真っ赤なおべべだ。なるほど、これはもう本当に情熱の恋ができるという暗示だな。ちょっとここで記念撮影しとこう。サムネいきまーす。3、2、1、はい、リースリースリース、これだ、作れる。よし、オッケー、作っちゃう。これが一番最後の仕事でございます。終わりにする。うんで、これも回収しちゃって、さあ放り込もう。ここの室内用の家具をチェックで提出する。最後のリースでこれを決定です。よっしゃ、全部終わった。はい、やった、お家と家具の準備が全部終わった。さあ、じゃあもうたぬき地に聞いて一番、あ、なんだポンチョくん、おいーす、また会ったな、もうおしゃべりしようぜ。そのダンスジャージいいじゃんか、ありがとう。やっぱお前分かってんよな。なんたって服は動きやすいのが一番。まあおいらは筋肉を見せたいから裸が一番いいんだけど。たぬきちさんよ、全部終わったぜ。トリッピーさん、どうもどうも。その後いかがかも。お家の家具と準備もそろそろ終わりが見えてきただなも。全部終わったよ。そうなんだも、それはお疲れ様でした、だなも。それじゃあここから先は僕のお仕事なんだも。急ピッチでお家の工事を進めてお客さんに移住の案内を始めるからね。よーし、早ければ明日にでも新しい住民を迎えられるように今日は僕も頑張るだなも。ちなみにお引越しの案内は島内放送でもするつもりだけど、入居者が決まった土地には看板に入居者の情報を貼っていくから、興味があるなら看板をチェックしてみてね。
景観を良くするためにさ、木を切り倒していたら、カミキリムシが湧いた。これ初めてだよね。多分、切り株のところにも虫って湧くんだよね。およいしょ、ゲット。あ、いいね。ゴマダラカミキリを捕まえた。網を噛み切らないでね。いいじゃん。ほら、ここら辺の景観良くなったんだよ、これ。こうやって切ることによって。あ、いいね。いいな。シェリーだ。こんにちは。おーす、楽しくやってる。ウキキ。これいらない？何？何何？見せておくれ。ウキキ。シェリーになんかプレゼントできる。どうしよう。雑草。雑草。あげる特別に。おや、雑草じゃないか。ピヨピヨチャレンジ島を緑でいっぱいにしようってのかい？じゃあありがたくもらっておくよ。あんまり喜んでねえなこいつ。絶対あんまり喜んでねえなこいつ。おや、喋り足りなかった？いや、まだ喋ろうぜ。そうそう、どうやら今度新しく家が建つみたいだね。そうだよ。どんなやつが引っ越してくるんだろう。腹を割って話せるタイプだといいな。まあ誰でも大歓迎だけどさ。ウキキ。いいね。俺さ、俺の予想なんだけどさ、これ巣箱ってことはさ、もしかしたら鳥ポケモンなんじゃないかって俺思ってんだよね。鳥だったら仲良くして、鳥だったら仲良くしてよ。とりあえず明日がめちゃくちゃ楽しみやね。はい、ということで明日はですね、橋もかかるし住民も引っ越してくるかもしれないという、まあ楽しみを残している感じで終わりました。今回はこれぐらいで動画は終わろうと思います。またぜひ明日のトリッピーさんの動物の森もよろしくお願いします。じゃあなー。